ご視聴ありがとうございます。よしお .com チャンネルです。いつもいろんなカフェ巡りをしてるんですが、今回は店舗の雰囲気が他とは違う、世界観がすごいなと思ったカフェをご紹介いたします。今回残念ながら YouTube の撮影 NG が出てしまい紹介できなかった尾形山というカフェがあるんですが、こちらのカフェも完全予約制で世界観がとてもすごいカフェがありまして、 Instagram の投稿は OK いただきましたので、ぜひよろしければ Instagram もご覧ください。1軒目は5月26日にオープンしたカフェ、クロスビープラス。青葉通りから国分町通りに曲がってすぐのところにお店があります。はい。メインランチは3種類、週替わり、月替わりになっているので、行くたびにいろいろ楽しめる感じになってます。またライトミール、サンドウィッチなどいろいろメニューも豊富です。今回頼みませんでしたが、チョコレートを使ったスイーツも美味しいとのことでした。はい、ありがとうございます。ちなみに店名の由来は、東北の情報がクロスし、芭蕉の辻、芭蕉のスペル B で新たな価値が生まれるプラスという意味が含まれているらしいです。この大型モニターとその演出が選んだ理由になるんですが、東北の豊かな自然が映像で楽しめるのはかなり迫力があります。またこちらはレンタルスペースも行っているそうで、セミナーなどでも使えるそうです。そして7月からはクラフトビールも製造して販売するそうです。これからのシーズンにぴったりなので楽しみです。続いて2軒目は本町の花屋さん、マジェンタの姉妹店で SNS でも有名なカフェ、ボタニカルアイテム&カフェシアン。Thank you.
最後のお店は宮城野区おすすめカフェでも紹介したアンティーク&カフェティティ。蔵をリノベーションした店内の雰囲気は蔵の日本の雰囲気を残しつつもアンティーク家具の西洋との調和が昭和の時代にタイムスリップしたような感じになりました。ひどいお店ではないですが一席一席のこだわりが感じられる席になってます。いかがでしたでしょうか。世界観のすごいカフェは気持ち的にもかなり満足するかと思います。ぜひカフェってみてください。おすすめの世界観がすごいカフェがありましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。